藤田よしきと申します。藤田家の四男坊としてこのように生を受けました。男4人兄弟ですね。1982年10月19日生まれ、今年37になるという男でございます。僕大学時代ダンスサークルに入って大学でダンス始めたんですけれども、大学中にダンスのレッスンを受け持ってそのままプロダンサーになりました。3、4年ぐらい振り付けとか舞台の仕事をしてたんですけれども、ある日半月板を割ってしまって踊れなくなってしまうんですね。結構いろんな病院に行っていろんな先生に見てもらって、もうゴッドハンドって言われる人にも見てもらって、でもやっぱりね、手術をしなきゃ治らないよって言われるんですね。困ったなと思って手術も予約したんですけれども、その2日前に偶然友達に試しに行ってみろとかって言われた先生が、治る、歩いて冷やせば治る、食を治せば治る、その先生の言うことはですね、とにかく毎日1時間以上連続歩行する、でその前後にひたすらアイシングをする、それで治るって言われて3ヶ月続けてみたら本当に治ったんですね。僕の生徒さんで同時期に半月板を割って踊れなくなった子がいたんですけれども、やめた方がいいよって言ったんですけど、手術してしまったらなんと踊れなくなりました。結構ね、ゾッとする話なんですけれども、そういったことがあってですね、やっぱ食事を直すってことは非常に大事なことなんだなと思って実感したことが、料理を始めたきっかけではあります。あと偶然ね、藤田家の父はですね、イタリア輸入食材の会社を辞めたんですね。もともとは違う仕事だったんだけれども、そこに移って始めて、父がですね、みるみるうちに容器に丸くなっていったって、よしきイタリアはいいぞってですね言っていたのでですね、いつかイタリアに行ってみたいなっていう気持ちもあったんですね。そういったご縁もあってイタリアに行ったというのはあります。一番最初に行ったのは25の時ですかね。最初はまずチケットだけ持って行って、あっちで出会ったイタリア人の家に泊まって過ごしたんですけれども、その時に初めてですね、いとこいるって言われて、イタリアにですね、イタリア人男性と結婚してもう20年暮らしてるっていとこがいることが発覚しまして、それでその時に初めて会いに行って、会いに行ったらですね、出会った旦那さんはなんとダンサーだったので、じゃあもうね、お前来年も踊りに来いよみたいな言ってくれて、それでまた行こうっていうきっかけができて、で帰ってきて、なんか食を仕事にしたいなってなんとなくわーって考えていたらですね、その時紹介してもらった人が小枝山さんという方なんですけど、アメリカ料理研究家の方で、で初めましてだったんですけれども、なんかなんとなくもやっと食を仕事にすると考えていてと言ったらですね、食の経験全くないのに、じゃあアシスタントしたらって言ってくださって、でそれで料理研究家さんのアシスタントをしながら、また復活したダンスレッスンもしながらっていうのが続くんですけれども、1年ぐらい経った時に、そろそろ、料理コンテストに出てみなさいよって言ってくださってですね、そこでエルワターブルっていう雑誌があったんですね。今はエルグルメになったんですけれども、そこで、フードバトルとかあったんですよ。若手料理業界人フードバトルみたいなのがあって、 4,5 人ぐらい出て、それで投票制で決めるっていうコンテストがあったんですけれども、そこでですね、もう何の間違いか優勝してしまい、投票制だったので僕の仲間たちが投票してくれたんですね。友人たちのおかげで優勝したんですけれども、このままではすぐに引き出しがなくなるなと、バレるなと思って、一回もちゃんと一回全部料理の勉強をしようと思って、一回ダンスを全部やめて、で1年間の料理休学、それが26ぐらいの時ですかね。でその時にはもう本当にプロが行くイチフっていうイタリア料理学校に行って、その時はね、僕はもうね、見た目もちゃらかったんですね。イタリアに行くんだったら侍って言われた方がいいかなと思って、ロン毛で行きましたよ、後ろで結んで、でもちょっとヒゲなんてして、ティアドロップのサングラスをして、革ジャンを着て、もうザ・イタリアかぶれみたいな感じだったんですけれども、イタリアで1年間修行をしました。その時の写真ってまだ残ってます？あります、あります。あ、後でもらえます。チャラいんだな、お写真は本当に。 I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check, yes. 帰ってきて、まず最初に僕畑始めたんですよ。やっぱ料理をやっていても食材が分からなかったら意味がないっていうのは思ってしまって、あとは食材のことをちゃんと知りたかったんですね。なので、畑をまず始めることから、僕はもう習うように慣れるタイプなので育てた方が早いなと思ったので畑を始めて、で2年ぐらいやったらですね、畑で作った野菜が売れるようになって、あ、これは身についてきたなと思ったタイミングで、やっぱりまた食を仕事にしたいと思って、で最初のきっかけが、僕ダンサー時代にですね、子供たちにお弁当を持っておいでっていう話をしたんですね。30人ぐらいいたかな、全員でお菓子持ってきたんですよ、お弁当って言ったんですよ、夜ご飯に。でそれでもちろんそのお菓子が悪いとかいうわけではなくて、なんかね、その体を動かす子供のご飯がお菓子っていうのは非常に怖いなと思ったんですね。それでなんかこうレストランのシェフではなくて家庭の食にアプローチできるのは料理家じゃないかと思って、料理家として活動をスタートして、でも畑は続けてということで、菜園料理家っていう肩書きでずっとそれ以来やっていたんですけれども、野菜の育て方が自然栽培って肥料も薬も使わないっていうやり方なんですね。なんか奇跡のリンゴっていう
木村明憲さんという方が不可能と言われていた無肥料無農薬のリンゴ栽培を成功させた方、その方が推奨している農法ですね。で、僕は自然栽培でやってたんですけれども、年に1回の勉強会があって、そこにですね、可愛い子ちゃんが来てて、それがまあ妻だったんですけれども、もうグーンと来て、初めて会ったその日に付き合って数ヶ月ぐらい結婚みたいな、結婚もそんな感じですね。その妻はですね、ビーガンだったんですね。ビーガンっていうのは聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ玄米菜食ですね。玄米中心に、あとは野菜、穀物を食べる人ですね。ビーガンっていうのは蜂蜜とかゼラチンとかも使わない、すごく深くやってる方はウールも身につけない、皮も身につけないという方もいらっしゃいますね。で、まあ、妻は一応緩くはあったんですけれども、やっぱ基本的にお家では野菜中心だったので、僕も初めてですね、イタリア料理をガッツ作ったんですね。最初に作ったのは覚えてるのはね、アマトリチャーナっていう料理なんですけれども、グアンチャーレっていう豚の頬肉の塩漬けと、ペコリーノチーズっていう羊のチーズ、トマトソースのパスタにかけるっていう料理なんですけれども、あ、グアンチャーレ使いながらペコリーノ使いながらトマトパスタもあって美味しくなかったんですよ。これじゃあ料理はいかんよなと思って、そのビーガンとか動物性食材使わなくても食べられるイタリアンを模索していこうって考えたのが、ビーガンイタリアンというか、その動物性を使わないイタリア料理を作り始めたきっかけですね。で、それ以来ですね、野菜だけでイタリアンを作るっていうことを続けてきたんですけれども、まあ、でも卵とかお肉とか乳製品とかも僕はもう引き続き使ってはいます。まあ、なるべくその人と環境に配慮されたものは使いたいと思ってやってるんですけれども、あまりこうなりすぎると逆にそれ以外の否定になっちゃうなと思って、それは僕はやりたくないなと思ってやらないようにしてるんですが、そういう野菜料理を作っていたらですね、アレルギーの子が料理教室とか来てくれるようになったんですよ。海外だとベジタリアンとかビーガンっていうと思想でやってる人が多いんですね。人のためだったり環境のためだったり動物のためとか、そういうことを考えてやる方が多いんですけれども、日本の場合例えばちょっと流行りとしてとかファッションとしてとか、あ、なんか聞いたとかで始める人の方が多くて、もしくはあとは体を壊しましたとか、なのでですね、もう食べられないから始めたっていう方も結構多くて、その延長でね、アレルギーの子が来てくれたんですね。その子は卵と乳製品だったかな、なんかその食べられないっていうことで、畑でやった料理教室に来てくれた子だったので、まあそれだったら全員食べられるようにしようと思って、卵とか乳製品使わないフレンチソースを作ったんです。そしたらもうものすごい喜んで食べてくれて、しかもそれ終わった後に、じゃあおかわりじゃんけんしようってなって、子供たちが喜んで、いい子待ったからおかわりじゃんけんだってみんなじゃんけんしてた、微笑ましく見てたんですけど、それを見たお母さんがもう感激して、もおかわりじゃんけん普段できないんですよ。その学校とかだったらもうそのアレルギー対応食なので1個しかないんですね。だからあとみんなで同じものを食べることがない、じゃんけんにも参加しない、じゃんけんしてることが嬉しいってすごい言ってくれて、いやもうなんてこれは素晴らしいことなんだと僕自身が感動しましてですね、そのみんなで食事をとるっていうのは非常にハッピーなことだなと思って、それ以来エブリワンだったりする、一つのテーブルですね、エブリワンテーブルとかエブリワンクックとか言ったりしてるんですけど、みんなで同じテーブルを囲める料理っていうのを、ずっと考えております。ノンアレルギーエブリワンテーブルクッキングチャンネルに繋がっていますね。そういった料理をお店でも、料理教室でも出させていただきます。でも世の中にはですね、もういろんな食事制限のある方がいらっしゃいます。ただアレルギーももちろんそうだし、まあ、ベジタリアン、ビーガン、ベジタリアンの中にもいろんなオリエンタルベジタリアン、オーボベジタリアン、ラクトオーボベジタリアンとかいろいろいらっしゃいますし、非常に多い世界で見ると。で、これからどん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 日本にもいらっしゃることがありますし、そういった方がいつもね、日本に来て困るのがやっぱ食事をするところがない、どこで僕の食べられるものがあるかわからないっていう声すごい聞くんですね。ね、やっぱみんなで同じテーブルを囲まれるというのは非常にいいことなので、まあ、どんな食事制限があってもですね、みんなでうまいねっていう囲めるような料理をですね、これからもこのチャンネルで発信していきたいと思いますので、ぜひ見てくださいね。柄にもなく